なんでそんなソースが出てきたの今になって。それでも映しちゃダメだよね、かやくさんも。入れ墨の入った写真を写しちゃったの。それダメだね。写しちゃったの入れ墨。それダメだね、写しちゃ。写しちゃった。それダメだね。バリバリ、うわ。いや写真でもね、俺ダメだった。俺ね、入れ墨のさ、シールをね、体に貼った写真をね、ラジオにしただけで、ラジオ画像に貼っただけで落ちた。ダメなんだよね。めちゃくちゃ厳しいが今。それダメですよ。通報されたら多分落ちちゃうかも。通報はやめてね。そんなんで通報してもしょうがないから。うん、通報の件数で落ちちゃうね、それは。タトゥーシールで落ちた。お前写真でいいなら何でもいい。そうだね、クボケも写真ダメでしょ。あの人も写真もダメなのよ。だから写真ダメなのよ、入れ墨の。ダメだよ通報しちゃ。うん、あ、ナイスあれです。ヤクザの入れ墨写ってる。ダメだよ通報しないでよ。入れ墨が写ってましたとかダメだよ通報したら。うん、絶対ダメだからね通報したら。うん、通報されたら落ちちゃうぞそれ。頑張って今アイテム稼いでるでしょ、かやくさん。人数集めて。ダメだよ、収益入んなくなっちゃうそれ、バンになったら。ダメだよ落としたら。絶対通報しないでよ。うん、アイテム稼ぎに来てんでしょ今、ふわちで枠開けて。ダメよ、絶対通報しないでくださいね。うん、めちゃくちゃ飛んでるんでしょアイテム。ちゃうかね、それ通報したら入れ。あ、これで大丈夫だ多分。小銭回収しておりました。かやくださんね、終わっちゃったの。逃げた、落ちたんじゃないの。落ちたんじゃないの、違う、入れ墨じゃない、入れ墨でしょ、違う、笑って終了。何笑って終了、まだやってんじゃん。みっちゃん仲間できたよ、まだやってんじゃねえ。また俺のディスってんの、また俺。明日仕事だからって言ってた。あ、ボーナスタイム。また言い出したの。しつけーなマジで。
またディス？誹謗中傷？あいつ潰してよ。まだ文句言ってんの？病気か？勘違いはしてるよ。してるから配信やってんだよ。バカじゃないのお前。勘違いしてんだよみんな、配信者なんか。うん、だってほとんどそうじゃない、ふわっちの女の子って。自分がやっぱ人より可愛いと思ってるから顔出しするしね、可愛い洋服着て美顔つけて配信してんでしょ。みんな勘違いしてなきゃ配信できないで。うん、今来た。夜中配信してたらお金もらえるんですか？お金もらえるよ、アイテムが上がればね。みんな勘違いしてんだね、配信者って。だって正解がわからないんだから。配信って何をやったら正解なのか。勘違いして配信して当たればでかいんですよ、売れればね。うん、だから火薬さんも勘違いして売れればいいんだけど、売れないんだよ。なんでだと思う、火薬さんが売れないのは。なんでだと思う。これ勘違いしすぎちゃってんだよ。これが正解だと思ってんだよ、配信スタイルとしては。うん、声もダメだしな。うん、微糖だしな、声も大きい。顔はまあまあイケメンなんだけど、うん、バブル来ないよな、火薬さんだけな。うん、あ、落とされたでしょ、そりゃ落ちるよ。うん、多分バンかもしれないね。うん、バンかもしんない、火薬だる。向いてないんだよ、だから。いや落ちたね、これ落ちたね。まあ多分後日バンになると思うよ、誹謗中傷ね。うん、いやあのね、落ちた。うん、だから累積バンになると思うよ、 A 版になると思う。うん、だから自分で切ったのか分かんないけど、多分バンになる、後日バンになる。うん、 A 版だね多分。16号さんのアカウント教えてくれない？通知できてんだよね、あなた。ずっとディスってるけど、嫌だったら見なければ。16号さん、あんたずっと見てるよね、気持ち悪いね。3時間もずっと見てんの、あんた。アカウント教えてくんね、見れなくしてやるよ。通知で来といてずっとアンチコメしてんの、あなた。大丈夫？微糖なの？うん、いや普通アンチだったらあの3桁の番号なのよ、アンチするんだったら。アンチさん全然大歓迎なんだけど、うん、2桁でずっと粘着してんの気持ち悪くない？普通のアンチさんだったら、3桁番号のアンチさんだったらちょっとディスっていなくなるのよ、つまんないっつって出てくのよね、いなくなるのよ、どっかの枠行っちゃうのよ。あなたずっと張り付いてんのよ、3時間も。もう大好きじゃないそれ。大丈夫？気持ち悪いんだよ。なんか普通のアンチさんだったらさ、あのなんか言いたいこと言ってバーって言って帰っちゃうんだけど、つまんねえな、つまんなくなったなお前、帰るわ、ゼロ番行くわとか言うんだけど、ずっといいんだよ3時間も、2桁コメントで。うん、ガチ恋なのこれ。68番、うん、タヌキ68番で1分34秒ってことはもう速攻来てるよね、1分以内に来てるよね。
もう気持ち悪いよ、粘着やめてくんない？そういうやつがさ、笑いだるじゃねえや、笑い市みたいなんだよ。うん、気持ち悪いわ、来ないでよ。ブロックしたいんだけど、本赤を。うん、怖いよ、なんか。ブロックしていい？ちょっと16号さん、僕のアンチコメ大歓迎なんだけど、君みたいな気持ち悪すぎるよ。ガチ恋だって言ってた？ガチ恋だって。16号なんて書いてんの？コメントしてんの？なんて言ってる？うーわ、ガチ恋だって、気持ち悪い、マジキモい。もういい、こいついらなくない？昨日もいた？マジキモいわ、やばいわマジで。ちょ、ブロックしてごめんなさい。普段さ、自分のアンチコメブロックしないんだけど、気持ち悪い。いい、ブロックして。こういうのマジ無理。3時間もずっと張り付いてんの、16号さん気持ち悪い。いい、ちょっとごめんね。ちょっと遡りバレスするわ。気持ち悪い。どこにいる？女でしょ多分。マジきっしょいわ、きっしょ。どこいる？16号マジきめえから。動いて、出てた、気持ち悪い。マジキモい。うん、なんか言ってた？もうブロックしちゃった。気持ち悪すぎるマジ。うん、どうやって暴露すんだよ。じゃあやってみろよ。うん、気持ち悪い。すぐ暴露とか言うのなんもないのにな。ガチ恋でさ、だって俺からちょっかいかけてないから絶対。うん、気持ち悪い、怖いマジで。すぐ暴露って言えばビビると思ったんじゃない？ああ、俺何も暴露されてもビビることねえから、マジで。失うもんねえから。うん、暴露してくれよ、どんどんやってくれよ。うん、じゃあ暴露するねーだって。ブロックするんだったら暴露するねーって。ネタになるよね、全部ネタにしちゃう、漫画にしちゃう俺。だから俺のこと暴露とかどんどんやってもらいたいね。なんもないもんって、無職だぞ俺。うん、何にもないよ、怖いことなんか聞かないよね、暴露ぐらいで。暴露で聞いて配信やめるだったらもうやめてるしな。うん、いろんなことされた今まで。うん、どんどんやってほしいよねそういうの。あのね、暴露、その何、男と女のさ、なんで関係があって、男女の関係があってさ、暴露とかしてもいいけど、女も女だよねって叩かれておしまいなんだよね。だからあんましないんだよね、女の暴露ないんだよね配信者に。あのイキリスさんと、あの体の関係持ったんですけど、あのバック投げするから約束してね、あのもう全然抱いてくれなくなっちゃって、そんな暴露とかないわけじゃん。したら女も女だよねって言われちゃうから、お前も悪くねってなっちゃう結局。うん、一緒なんだよな。だから前は結構そういう暴露あったんだけど、悔しくてね、配信者に貢いで、あのなんか見返り求めてしたんだけど、なんか抱いてくれないとかね。うん、女も笑いもになっちゃうから、あんまないんだよねそういうの。お前も一緒にやってるやんって言われちゃうからね、見返り求めるのが悪いんじゃねって言われちゃうから。そうで、やってもらいたいよねそういう暴露とか。なんもないから俺、恥かくだけなんだよな女がな。うん、だからないんだよあんまり。自分帰ってきちゃうもんね。
で、あなたは何、既婚者なの、はい既婚者ですとか言われたら、既婚者で配信者にその貢いじゃって見返りがないからそんなこと言ってんの、バカにされちゃう、うん、だからないんだよそういう暴露が。あるんだろうけどね、本当は氷山の一角なんだろうけど、表に出したいんだけど出せない、自分の正体がバレちゃうから、うん、配信者さんが、あその女ね、その女だったらこいつって晒されちゃうから、うん、こいつよ既婚者なんだよ、全部バレちゃうじゃん、暴露されちゃう、自分の正体が、だからされないんだよ、うん、前は結構あったんだけどね、配信者同士の暴露は前あった、いっぱいね、うん、この人とオフパコしましたとか、この人とこの人がオフパコ、嘘だろ、うん、リスナーさんの暴露あんまないんだよ、どっちもどっちになっちゃう、うん、バック投げなんてねするもんじゃないよ本当に、うん、見返り求めてもね抱いてくれないでしょ男も女も、結局抱いてくれた人いた、バック投げして他の配信者に、うん、いないでしょ、あ、妊娠の、あの中絶暴露あったね、リスナーさんのね、それもどっちもどっちなんだよね結局、うん、昨日の件が台本じゃないんだよ、ガチなんだよ割と、うん、あ、美穂ちゃんでし、誠治に抱かれた、誰かいる配信者に抱かれた人、抱かれちゃったよって人いる、リスナーさんで、私あの人と抱かれました、エッチしました、爆投げ後に武力、 誰にされたの、誰に、火薬さんはね、あのリスナーさんは手出さないね、配信者とエッチしてるんだよよくね、うん、誰抱かれたの、あれこの人が、 この人が何、爆投げした後にブロックされたの誰に、俺に抱かれたの、抱かれてないでしょ、いや、早くさんはリスナーさんに手出してないよね、誰よ、誰に抱かれたの、この人結構リアトツーマッチ来る子だよ、大阪にも来たし川崎にも来た、誰よ、誰に抱かれたの、あ、純ちゃん抱いたか、誰に抱かれたの、言えない、あ、俺言っていい、言っていい、俺分かるんだけど、抱かれたの、お前さミーハーすぎな、お前のツイッター見たけど、いろんな大手さんのステッカーもらいに行きすぎ、マジミーハー、抱かれてるんだ、ゼロワン、ゼロワンのステッカー待った気がする、お前マジミーハーやめとけよ、マジミーハーすぎ、 M さんじゃない、はぁ、やりすぎな、何人とやってんのお前、マジミーハー、ゼロワン、まさか機長さんじゃねえだろうな、お前川崎から近いだろ、東京だっけ、うん、バカ女がよ、誰に抱かれたんだよ、俺んとこもお前リアトツ来てよ、何も言えない、誰よ、言えよ、俺絶対言わないから、口固いから、184で言って、184のマジで俺言わないから、口固いから、名前だけ教えて、配信者のイニシャルだけ教えて、184でイニシャルだけ、そこまでって言わないってなんだよな、それな、誰よ、ん、
ヒントもらおうよ。誰よ。今も続いてるから言えないか。軽くないよ俺。俺軽くないよね、リスナーさん。俺マジで口硬いよね。口と股間だけはマジでガッチガチに硬いがね。俺硬くないよね。ん？俺硬いよね、口ね。ねえ、軽くないよね。教えてよ。誰よ。軽くないよ。カッチカチやで、マジで。口も股間も。バッキバキやで。うん、嘘ついてない俺。嘘もつかないし、口硬いよ。絶対言わないよ。教えてよ、そこまで言ったなら。教えてよ。激辛ですよね。マジで硬いよ。言ってよ。イニシャルだけ教えてよ。俺ちょっととある配信者と その人仲いいから電話しちゃうよ。電話しちゃうよ。いい？とある配信者とお前仲いい、合ってるじゃん、友達じゃん。俺聞いちゃうで。早く言って。聞いちゃうで俺、その配信者から電話しちゃうで。この子なんだけど配信者とエッチしてるんだよねって。早く教えて。早く。髪の毛ピンク色の配信者に電話しちゃうぜ。いいの？その人と仲いいでしょお前。髪の毛ピンク色のよ、格闘技大好きのよ、配信者に電話しちゃうで。教えてもらっちゃうで。いいの？早く教えてよ。誰とエッチしたんだよ。うん、野田通りかもわかんねえよ。うん、そいつとはやってないんだよ。髪の毛ピンクの人とはやってないんだよ。教えない。電話するか。電話していい？独自に調べていい？ちょっといいのね。捜査員に電話するよ。じゃいいのね。自分から言うの？どっち？聞き込みしちゃうよ俺。いい？仕事。おっぱいを揉むことが僕の仕事なんです。よっしゃ。もしもし、もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、あの、リスナーさんですごく仲のいいリスナーさん、僕と右父のね、はい、共通のリスナーさん。まあちょっと今、はい、今配信中だからちょっとミュートにするね一回。はい、その子がなんかどうやらふわっちの配信者さんとエッチしたらしいのよ。はい、右父じゃないよね。僕じゃないですね。誰だろう、誰だと思う。でもパールでもないっすよね。違う違う、すごいミーハーなんだよ。じゃあそうですね。うん、そうなんですよ。じゃあテイストさん。ああ、たかしな。たかしもステッカーもらってんのよ。そうっす、なんかせいさん、テンストさん、あと機長とか。そうそう、あの配信タイガースが好きな人なのよ。そうっすよね。うん、はい、あ、だからか。たかし怪しいっすね。たかしか機長な。ありえそうっすね。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、だから言えねえのか。そうなんだよ、配信タイガース好きなんだよ。どっちだ、この二人のうち一人だわ。いやー、彼女よりから言えないのか。もう分かっちゃうからね。
俺ゼロワンかなと思ったんだよ。機長かたかし、どっちだ言えよ、早く言えよ。それは岩ちゃんと付き合う前だから別にいいんだよ。誰でもない。はい嘘、はい嘘。あのお前がね、ね、配信タイガース好きなのは知ってるんだよ。うん、俺お前に嫉妬したことがある。お前誰が好きなんだって、配信タイガースで。その時は誠司さんって言ったんだけど、エッチしたのはやっぱたかしなんだろ。うん、そう。いやー、機長さんはないと思うけどな。機長さんにちょっと そいつのリスナーさんのアカウントをスクショして心当たりあるかね。うん、言うか。おい、しのちゃん、しのちゃんいる。タレコミ来たぞ。タレコミ前に投げてましたって。しの、お前誰だこれ、ファンタスティック投げてんのお前。しの、タレコミ来てたぞお前。誰だこれ、ラジオ配信投げてんの。誰に投げてんのお前。俺が岩手1位でしょって、ご当地のなんかイベントでファンタスティック投げてんぞお前。お前さあ、すぐイケメン投げんなこいつなあ。もうやばいなお前、 K の逆立ちに、うん、あ、電話するわ、電話するわ。この人ね、今配信者とエッチしちゃったって。あ、電話切りやがった。せいちゃんやめてってきたわ、うん、この人のちょっと写真を送るか、この人知ってるかって、機長さんに、機長さんにこれ送るわ。機長さんって今何してる、機長さんに送るわ。